皆さんこんにちは、Bレジェンドの板垣です。今日はですね、一楽の味噌豚骨風味を使ったチャーハンを作っていきたいと思います。それでは今回もどうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、こちらのナルトのコラボプロテインを使ったチャーハンを作りました。こんな感じですね。味付けなしでできるので、すごく手軽にできるレシピだと思います。スペックの紹介やレビューについては次の動画でお話ししたいと思います。本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。